今度の上の北京鍋様々な大きさの関東鍋中華鍋とは中華料理に使われる構成の丸底鍋。中国以外では東南アジアや日本でも広く使用されている。北京語では鍋、鍋子、炒めな鍋などと呼ぶ。関東語では福建語では家内となる。英語では関東語のを借用してウォックと呼ぶ。インドネシアではペンゴレンガン。 マレーシアでは、クアリ、フィリピンでは、カワ、カワリと呼ばれる。炒め物に使用中の北京鍋左が、広東鍋、右は欧米で販売されている。平底のオック中華鍋は取っ手により、片手の北京鍋と両手の広東鍋に対別される。北京鍋と広東鍋は単に取っ手の違いだけではなく、鍋の深さや、アールも異なっている。北京鍋はアールが小さく底が深い。 関東鍋は R が大きく浅めになっている。両手で底が深い四川鍋という種類もある。サイズ面では直径30センチ程度のものから大きなものでは2メートル程度の巨大なものまで存在する。小型のものは炒め物に大型のものは料理店で汁物や飯物の調理に用いられる。また欧米では平底のものがウォックとして販売されている。 北京鍋と関東鍋の融合。素材は古くは鋼や中鉄が使用されてきたが、中鉄は近年ではほとんど見られない。また、高性の中華鍋に加え、最近ではチタン合金やアルミニウム合金製のものも市販されている。チタンを用いると極めて軽量になり、アルミニウムを用いると熱の伝導が良いというメリットがある。打ち出し製造されたものは、 鉄材の密度が増して、熱伝導が良く、微細な凹凸が埋まって平滑になるので、焦げ付きにくいという特徴がある。しかし一般的には、コスト削減のためプレス加工を用いて製造したものが多い。鉄鍋は、調理前に強く唐焼きして、古い油を焼き切った後新しい油を入れて、表面を馴染ませる油ならしを行う。これを、 油返しといい、適切に油返しが行われた鍋は焦げ付きにくい。表面仕上げは伝統的には黒サビであるが、近年ではフッ素樹脂でコーティングしたものもあり、欧米ではこちらが主流である。料理店で使用されている中華鍋炒める薬はもちろん煮る、揚げる、吹かすなども可能であり、幅広い料理法に対応できるため万能鍋とも言われる。 揚げ物や茹で物をする際には、咲く鎖を組み合わせることが多い。蒸し物をする際には、清老湯を張った、中華鍋の上に置く。画像からもわかるように炒め物には、お玉尺子を用いることが多いが、中華鍋に組み合わされるお玉尺子は、かなり大きめであり、また先端部の取り付け角度もより良い。ありがとうございます。